こんにちはお元気ですかイブセですすかイブいやもうね前回に引き続き宇宙人の話をしていきたいと思いますあなたはあの宇宙人がいると思いますかそれともいないと思いますかどっちでしょうまあ見たことがないからいないってね、えー、そう決めつけちゃう人いるじゃないですかちょっと待ってこの世の中この宇宙はね見えないことだらけ見えないことの方が実は多いんです 見えないからといってそこに存在しないとは言えないじゃないですか。ですから、宇宙人がいないっていうことは証明できませんよね。いるかもしれないじゃないですか。ね。可能性はゼロではないですよね。まあそういったこともありますから、宇宙人の話をするとね、もうね、言ったもん勝ちみたいなとこありますよね。何度も言いますけどね。でね。でもね、こういう世界観、まあ言うなれば神話のようなね、 世界観を持っていれば今世の中でいろんなことがいっぱいいっぱい起きてますもう本当にネガティブな感情をかきたてられるようなそんな事件がいっぱい勃発してますよねでもねそういう事件が起きたとしてもこういう世界観を持っている人っていうのはちょっと上の方から眺めることができるわけまあ要はメタ視点を持つことができるんですよ だから信じるか信じないかとかっていうよりも、もちろん信じないでいいんです。私もそんなに信じてるわけじゃないんです。でも、こういう世界観っていうのはすごく大事だなって思うわけですよ。まあどういう世界観かと言いますと、今起きてる変化がね、見えてくるそういう世界観なんですよ。つまりね、地球が新しくなってる。新しい地球の到来なんです。今そのね、この移行期なんですよ。 古いい地地球球から新ししへお引越すする時期なんですよこのお引越しの時期に、ね、何が必要なのか、一体どんなことが起きているのか、どんな変化があるのかっていうね、まあ、そんなお話を、ね、していきたいと思います。それでは早速行ってみましょうね。この本です。 まあ前回ね、この本を紹介しました。今回、シリーズの2回目になります。この本の内容をね、えー、お届けしたいと思うんですけどもね、この作家のサーラさんという人ね、日本人上司生でね、かなりスピリチュアルな人です。YouTube チャンネルもやっていますので、興味ある人はね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、スピリチュアルイコール怪しいって思ってる人いません違うんです。スピリチュアルは科学なんだよって。 このサーラさんん言ってますすそうなんです今現在ね、研究者がどん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 研究してます。スピリチュアルなこといっぱい研究してます。そうやって科学的に明らかにどん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 なってるんです。これからその研究もっともっと進んでいきますから。スピリチュアルイコール怪しいって思ってる人、もう悪いけどその人をもう古い地球にどっぷりと使って新しい地球に引っ越しできない人。 引っ越しを選んででない人たちですよね私たちは新しい地球へどん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 お引っ越ししたいなって思うんですけどねあなたはどう思いますか、えー、前回ね人間は宇宙人が作ったんだよっていうお話をしましたその ET の中には善良な ET と邪悪な ET とがいるんです でその邪悪な ET が闇の支配者たちを動かしていたんですね。まあ今でもちょっとそこら辺の話は後でしますけれども。 そういう闇の支配者たち、どんなことをしていたかっていうのはね、それ話するともう YouTube でバーンされちゃいますからね。私の,あのブログの方でガンガン書いていきますので、そちら見ていただければと思います。概要欄にね、リンク貼っておきます。先ほどの本のね、リンクも貼っておきますので、興味のある方はそちらをね、見ていただければと思うんですけれどもね。で、人類、ホモ・サピエンスを作った ET は天才王子エアーです。 でエアは人類を愛しサポートしてくる善良な ET なんです。まあ自分が作ったわけですから愛しいわけですよね。一方、エアの弟エンリルは人類は奴隷としか思っていない邪悪な ET なんです。このお兄ちゃんと弟の戦いが現在の21世紀までずっと続いてるっていうことなんですよ。 でいろんな大変な事件が次から次へと起きてるわけですけどなんかこれね旧約聖書のさケインとアベルみたいななんかそんなお話ですよねそう考えたらね世界中にね現存している神話日本の古事記もそうなんですけどあれ単なる SF やファンタジーの話じゃなくて実はね本当のことだったんじゃないかなってねそう思いません 宇宙人っていうふうに思ったらなんかねえ古事記の話がなんか真実のような気がしてきませんかあと肉体を持たないね神様が出てきますけどあれって意識体ってことでしょねえ意識が現実を作るわけですから神様じゃないですか。ね古事記のあの話なんか真実のような気が言い伏せはするんですけどねあなたはどう思います で、ちょっと話戻しますけれども、エンリル以外にも邪悪な ET たちがいて、エンリルの元に集まってきます。それが爬虫類種のレプトリアンなんですよ。あと、オリオン系の ET なんですよ。そこら辺が邪悪な連中なんですね。で、これらの邪悪な ET たちは、 太古、はい、の時代から21世紀の現在まで地球の至るところに基地を作って暗躍しているんです宇宙人、邪悪な宇宙人がいるんですねで、この邪悪な ET たちは人類の闇の支配者たちやアメリカ政府、ヨーロッパの政府やあとマフィアとかバチカンなどと同盟を結んでいるんです ですから邪悪な ET たちと同盟を結んでいる邪悪な人間たちがいるっていうことなんですね。ところがなんですこの本の面白いところはここからなんです。2020年頃から大きな変化が宇宙全体でその変化とはどういう変化かというと宇宙の周波数が高くなってきたっていうことなんですよ。 高くなってるらしいんですよ。活発に動き始めてるってことなんですね。あの、すべての物質の原子は震えてるんです。これは皆さんご存知ですよね。科学的にもうね、証明されてます。原子はふ震えてる。振動してるんです。で、その振動数、周波数があるわけですよ。ね。当然そうですよね。で、周波数が高いと軽くなって気体になっていきますよね。 で逆に周波数が低いと重くなってもう動きが止まって個体になってしまうわけ。机とか椅子とかね、周波数が低いわけですよね。ですから、目の前の出来事はあなたの周波数を表しているってことなんです。すごくな、ね、いネガティブな感情にとらわれていると周波数は低くなり重苦しい現実がやってくるというわけなんです。 ここら辺がなかなか理解できない人いっぱいいるんですよね。以前もね、私たちの集合意識が世界を作っていくんだよっていう話したら、意識は関係ありません。なんていうコメントをね、する人いましたけど、ちょっと待って。私たちの集合意識が、例えば右寄りになったら、右寄りの政治家が生まれてきて、右寄りの政策が取られるわけじゃん で逆に私たちが左寄りの意識、集合意識がね、全体的に左の方に寄ったら、左寄りの政治家が生まれて、左の政策が生まれていくわけじゃないですか。ですから、意識って本当大事なんですよ。そもそも、一般大衆の意識が先に変わって、政治は後で変わるんですよ。そう思いませんかまあ、そこら辺の話するとまた YouTube でバンされちゃいますけど、まあ、この辺にしときますけどね。で、 今、宇宙全体の周波数が高まっているわけ。ですから、地球もそれに合わせて急速に周波数が上昇しているんです。当然、人間もこの変化にはね、人間にも多大な影響を与えます。それはそうですよね。地球全体がもう周波数どん,どんどんどん上がってるわけですから。人間もね、その周波数に合わせている人、いや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 、そんな周波数にはついていけませんっていう人、まあまあ、そこら辺が分断されていくわけですけどね。 でも、どん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 地球の周波数が上がってるわけですから、世界中から目覚めて立ち上がる人々が次々と出てきたっていうことなんですよ。これからももっともっと出てきますよ。ね。周波数が上がってるわけですから、軽い、軽く、どん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 明るく、どん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 行動するような人たちがこれからどんどん出てくる。 あとまたそういうね周波数を受け取って宇宙のメッセージを受け取ってそれを人々に話すような人もこれからどん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 出てくるよということなんですよつまり周波数が上昇すると善良な ET が優勢になってきます人類も人間も善良な人たちが活発に動き始めるということなんですね高い周波数ですから軽くて明るい気持ちで動く人が優位なわけです でその流れの中でなんと、ここはもう信じれない人がいっぱいいると思うんですけど、エアーが銀河連合を結成して地球へやってきたということなんです。すごくな、ね、いで、この地球連合が ET、私たちの見えないところで戦いをやってくれて、邪悪な ET、つまりエンリルとその一味を逮捕したっていうんですよ。 ね、私たちの目の見えないところでそういう戦いがあって ET 邪悪な ET はもう逮捕されてるそしてエンリルらはその邪悪な ET たちは銀河から追放されているんですすごくないここはもう信じるか信じないかはあなた次第なんですけれどもまあそうこういう世界観を持って、えー、今地球で起きてる世界で起きてる事件を眺めていただければと思うんですよ エンリルら、邪悪な ET と同盟を結んでいた人間たちはもう大変です。今まで頼りにしていた ET がいなくなったんですから。そうですよね。どうですか邪悪な ET たちによって遺伝子レベルで改造され、洗脳を受け、たくさんのチップを埋め込まれて支配されてきた残忍な人間たちがたくさん残っています。そうなんです。そいつらみんな改造されて洗脳を受けてたんですよ。 主人を失った飼い犬,犬たちは混乱して凶暴化します。そうですよ。糸の切れたタコですよ。凶暴化した犬たちがもう世界中で、ね、暴れているわけですよ。 その凶暴化した連中が今大変な事件を次々と起こしているんです。どんな事件かもう皆さんご存知ですよね。ここでことさらにいぶせが喋る必要ないです。まあそこら辺のことを喋るとまた、ね、YouTube でバンされちゃうわけですよ。審査厳しいですからね。で、えー、ジャグナ ET と同盟を結んだ地球人たちは人類の人口が80億を超えた時、ちょうど今なんですね。 何らかの方法で淘汰することを決めていました。しかし、それはやつらの都合であって、テラの都合ではありません。テラっていうのは地球のことね、地球を人物化してした名称なんですけどね。今こそ善良な人々が団結して、新しい地球の中で新しい社会を建設しなければいけないのです。そうなんです。ね。しかし、 残念なことに、次々と分断するような出来事が私たちを襲っています。そうですよね。マスクをつけるのか、いやいやいや、マスクはつけないのかっていうね、そういう分断で離婚しちゃう夫婦もいるぐらいですから。いや、もうね、意見が違う、価値観が違ってきたらもうね、住む世界が違いますから、一緒に住んでてももう違う世界で生きてますから、それがね、これからは周波数が上がってますから、現実に起こってきます。 ですから価値観が違う夫婦っていうのはもう現実的に別れるというそういう風になっていきますからもうね意識で起きてることが現実化するそのスピードが今早まってるんですよ、ね、でもね、あのー、残念なことにテレビ信者が多数派ですから善良な人々は常に少数派なんです ですから、差別する人と差別される人ってなったら、少数派が差別されますから、善良な人々が差別される、そういう時代なんです、今。そういう時期なんです。でも、この時期、あともう2、3年で終わりますから、もう少し辛抱してみてください。でね、こっからは、その本あの本からちょっとね、離れるんですけれども、抵抗、同化、分離、統合という、このプロセス。 このプロセス頭にちょっと叩き込んでいただきたいんです。あのこれダイバーシティのねお話なんですけどこのプロセスを経て世界の全ての人々が共生する理想社会が完成するんです。プロセスがあるんです。いきなし共生するね。あの移民をどん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 受け入れてますけどいきなし共生する社会なんか作れないんです。 まずは抵抗、そして同化、分離で最終的に統合していくわけですね。で、これ、大きな歴史の中でも同じようなことが言えるわけ。例えば、大航海時代です。あの大航海時代にスペインやらポルトガルやら、その後イギリス、オランダが出てきて、ガンガン世界中にね、もうこう船でこう侵略していったわけじゃないですか。で、原住民。 たちを虐殺大量虐殺したわけで、すよでそこで少数民族たちは一生懸命抵抗しました。一生懸命抵抗した命をかけて抵抗しました。しかし、白人種たちに征服され、植民地支配が始まります。これが同化の時代ですよ。白人種たちは自分たちの文化、自分たちのカルチャー、自分たちの習慣、自分たちの宗教を ね、少数民族たちに強制しましたやらせましたつまり同化の時代なんですよそういう時代がずっと続くわけですよこの同化期がこの地球上ではすごく長かったそしてその後分離の時代がやってきます植民地になった国々がどん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 独立していくわけですよそのきっかけを作ったのがふざけんじゃねえぞって立ち上がった日本です ですよね。で、現在はその分離の時代なんですよ。すごくないで、えー、そしてそろそろ、統合の時代の幕開けが迫ってます。それが今なんです。統合の時代の扉を開けるのもおそらく、日本なんじゃないでしょうか。日本人なんですよ。でも、どうやってどうやってその扉を開ければいいのねえ。 統合って一体何そもそも統合って一体何違いを生かすって何進化を促すってどういうことよく分かんないですよね。次回は日本人が果たす役割とは一体何なのか統合とは一体どんな社会なのかその辺のことをねお話ししていきたいと思います。こここの本ののの本中にそこの辺のことも書いてあるんです。しかもそこでは日本人の役割がすごく重要になってくるよっていう、まあ、そういったところが書いてあるんですよ。 だからもうこの本読んで私ねやっぱり日本人ってすげえなーって思いましたねまあその辺のことをね次回ちょっと解説したいと思いますやっぱり日本人って本当すごいですあなたはどう思いますかいかがだったでしょうかまあ最後にねニコラ・テスラの言葉を紹介して終わりたいと思います宇宙の秘密を知りたければエネルギー周波数 振動の観点から考えなさいあなたの憎しみを電気に変えたら世界中を明るくできるだろうこの言葉しびれますよね私たちねいろんな事件の情報を受け取った時に怒りとか憎しみがバーっと出てきますよねその怒りとか憎しみを世界中を明るくする方へ向けるそういうことができたら 逃亡へと、逃亡の扉が開くんじゃないでしょうか以上、今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もぜひぜひよろしくですまたね、私のチャンネルねあのー、審査が厳しくなってますからバンされて、まあ、次、あともう2回やったのもチャンネル自体がなくなっちゃいますからね今のうちにぜひね、沖縄大好きチャンネルサブチャンネルの方にね えー、登録の方よろしくお願いいたします最後までご静聴ありがとうございました